は東京大学の片山です。私は IDC 計画を支持しています。その理由は、今現在の物理学で説明できていない理由、説明できていない現象、事象といったものを、説明するためには、それ以上の標準模型を超えた模型が必要だと言われていますが、IDC 計画が目標として掲げている標準模型の精密検証というものが、そういった標準模型を超えた理論模型の最もその検証するのに有効なアプローチになるというふうに考えているからです。したがってこれは物理学全体にとっても極めて重要なことであるというふうに考えているので、私は支持しています。